皆さんこんにちは、今日はですねアイロンパーマーにおける、まあ、技法の一つなんですけども、根元に、やってる技法なんですけど逆アイロンと返しアイロンっていう2つの技法を、説明します。この1個使っていますけどもこれは別に薬がついてるわけではありません。どっちもですねボリュームを出すときに、使う技法です。まずですね逆アイロンの方からですけども、例えばこういうスタイル、まあ、これアイロンかパーマかけるにしては別に短いわけではないんですけど、まあ、この辺短いですけど、で例えばこんなスタイルだったらこの辺にボリュームをこう出すというよりも少し立ち気味のボリュームを出すときに逆アイロンっていうのは使います。まあ別に立たせるだけじゃなくてこの辺膨らましたいなっていうところがあれば逆アイロン、もうどの場所にでもですね使えます。で逆アイロンとダブル逆アイロンっていう2つの技法があるんですけど、まずですね逆アイロンですね、これフォワードです。前にこう来る頭なんですけど、これ今どうなってるかというとですねアイロン普通だったらこうなんですけどこっちに返してます。そうするともうこれだけ立ってます。でこれをこう立ったらですねあとはもう普通にですね、まあこういうスタイルの場合にはそんなにこう強いカールを作るっていうことでもないことが多いんですけど、まあここは自由自由ですね。こういう感じです。もう一回いきます。力こうですね。そしてあとは普通です。毛先をどうするのか、まあ、中間をどうするのかとこういう感じですね。で、まあ、これ逆アイロンなんですけど、じゃダブル逆アイロンって何かっていうとですねダブル逆アイロンは、今の逆アイロンを2回連続でずらしてやります。ということはここで逆アイロンやったらその上にですねもう1回こうやってやります。そうするとさらにボリューム出ます。であとは毛先、中間から毛先ですね。こういうふうにするとですね非常にボリューム出ます。でただ注意しないといけないのは逆アイロンということは結局はですねこうやるってことは後ろからこうバック方向にかけてるのと同じなんですよね。でこれを、そうですねじゃちょっとこうしちゃいけないっていうやり方でもしこうしたらどうなるか、これも後ろに寝ちゃいます。ですからここでやったところでやっぱりもう寝すぎちゃいますので、あくまでも逆アイロンっていうのは起こす角度ですね、起こす角度、これがこっちに向いてる感じで、それに対して、まあ、ふわっとかけていくという感じですね。これ逆アイロンです。じゃあ今度はですね返しアイロンです。返しアイロンっていうのは逆アイロンほどはボリューム出さないんですけど、まあ普通に今度は、これ今下にかけますから、下にかけますか、アイロンこっちですね。どういうふうにやるかっていうとここで返します。で、あとはここはもう普通にですね必要なカールを作ります。で、返しアイロン、まあ、逆アイロンよりも返しアイロンの方が使うことが多いと思うんですけど、でこれ別にアイパーとかですねなんかにも使います。もうほんのちょっと普通にかけてて、ちょっとあここボリューム出したいなっていうところだけこう返してですねっていう感じですね。じゃあアイパーって例えばじゃあどうするのかっていうとですね、まあこの長い頭で普通のアイパーないと思うんですけど、例えばここでここはじゃあ逆アイロン入れなかったらここにアイパーでこっちになりますね。返しアイロンですね。でここで少し返します。
で、マイパーでしたらこうストレートにしますんで、ここから高さの位置からあとはもうこうスーッとこう来るんですけど、返した分ですね、ここにボリューム出ます。だから巻く場合もそうですけど、こういうアイパーの場合もそうですけど、結構返しアイロンは使えると思います。で、返しアイロンでやるから全体的にやるかというとそうでなくて、もう本当に部分的にですね、あ、ここボリューム出したいっていう時にちょっと返してですね、で、これ別に巻いても大丈夫ですね。これ今長いけど、ちょっとこれ8ミリですから結構長いんですけど、こういう感じですね。ということで、アイロンパームにおける根元の処理の仕方として、かなり立たすような場合に使う逆アイロン、そして、まあ、いろんなさまざまなところに使える返しアイロンですね。まあ、特に、今のヘアスタイルっていうのは結構立たせる、上の方立たせるスタイルが多いと思うので、本当に部分的にですね、全体かけなくてもこの辺だけに一液をつけて、ここに逆アイロンで、そうですね、逆アイロンで少しカールとともにこう立たせる癖をつけると、まあ、結構いい感じに立ってくると思います。はい、以上です。